こんにちは、作曲家の相澤です。本日お届けする曲は2019年に作曲しましたチェロ40奏のための鬼ヤンマです。この曲は昨年オーストラリアのチェロカルテットイ・チェルシティが日本ツアーを行うために主催者より一曲書いてほしいということで書きました。僕はタイトルから決めていくんですけれども、今回見つけたタイトルは鬼ヤンマです。ここに出るでしょうか、鬼ヤンマ。この漢字がもうすごくかっこよかったので、この曲にしよう、このタイトルでいこうと思いました。トンボに関しては西洋ではドラゴンということで少し不吉な虫と捉えられるんですけれども、日本では田んぼの秋にお米が実った時期にたくさん赤トンボが飛んでいるということで、五穀豊穣の象徴として見られています。また戦国時代ではトンボがこう進んでは獲物を捕まえ、前に進んでは獲物を捕まえる、その生態から不退転の精神を持つと見られ、勝ち虫ということで、鎧や兜の装飾にもトンボが使われています。トンボの中でも最大の王様とも言っていい鬼ヤンマ、その鬼ヤンマが、美しく堂々と飛んでいく様子や、鬼という漢字や戦国時代というキーワードから来る少しこう戦いのような雰囲気も入れながら、全体として、鬼ヤンマの飛ぶ様子が、皆さんに伝わればいいなということで作曲しました。それではどうぞお聴きください。